新ごぼうの甘酢炒めを作りました。いただきます。
ごぼうの香りと食感がとってもいいです。甘酸っぱいタレで食欲が出てきて箸が進みます。食物繊維たっぷりの嬉しい効能もあります。皆さんもぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。